最後にもう一曲、私のオリジナル曲を聴いてください。この曲は学校に行けてない人とか悩んでいる人に、そのままでもいいよ、そのままの自分で大丈夫だよということを知ってもらいたいです。私は今あんまり学校に行けていません。でも今みんな、学校のみんなが優しくて学校に行けています。私は言霊っていう言葉があるように、言葉には力があると思います。だから少しでも迷っている人に力が届きますように。大丈夫。心の
とうございました。この後物販も行いますのでぜひ見に来てください。あと最近 TikTok に力を入れているのでみんなに見てほしいです。アカウントが入ったカードを配っているのでそれだけでももらいに来てね。ありがとうございました。ゆめでした。